3月3日、1本目の歯が抜けました。これはいつ抜けたものか全く気づかなかったのですが、ふと落ちてました。そしてこれが3月17日、2本目。こちらもやっぱりいつ抜けたのかなっていう感じで見つけた歯です。そしてこちらの2本、3月18日抜けましたね。私の手をよく噛んでいた歯です。これは、散歩が終わってお風呂に入っている時になんかポロッと音がして見つけました。そして2本目が、お風呂後に口ひげを櫛で研いてる時にやはりまたポロッと落ちてきました。5ヶ月になってどんどん抜けています。